TV 忘年会。はい、始まりました。はい。今日はお招きいただきまして、はい、よろしくお願いします。ちょっと私も忘れて渡辺美優です。よろしくお願いします。よいしょ。はい。でゲストに来ていただきました。はい。はいどうぞ。はい、本田幸子です。よろしくお願いします。メッセン女子っていうアカウントでもツイッターやってます。よかったらそっち相互フォローなんでフォローしてください。お願いします。ありがとうございます。もう何回か。そう何回か出していただいてきました。前後半合わせて。いや全部じゃん。全部で3回か。3、4回出てもらってますよね。でも結構出て。3回目ぐらい？泣いた時。前回、今回、あたこ焼き4回、も多分違う？うん？でなんでたこ焼き泣いた時何？私みたいな怖い話のやつで、お前だみたいなと、あとそのあと2回出てもらってる、その別あ違う違うで。今回出てないよ。えその後と今回で4回。嘘。だって前回2人で出てもらってる。誰と？一緒に。あああれして前回だ。え前回じゃないよ。うん前回。嘘。泣いたのはその前。あそうなんだ。でその前あその前かな。えなんか私じゃない人と出てたよ前回。あ前回ってそういう意味じゃなくて。ああ。私が出た前回。あ鍋作ろう。カンペが鍋作ろう。火入れちゃうよ。あどうぞ。最大でいいの。コメント見れないんだなこれ。コメントまだ来てないんじゃない？あ来てないね。コメントください。ここにいるのかもしょうがない。コメントください。お願いします。いまいちよくわからない。えじゃあお鍋を作ります。これでも鍋パーティーだからね。鍋パーティー。ねお近くの方まだ間に合うんでぜひ。あぜひ。通常料金にプラス500円で。えこれどうしよう。もう入れちゃう。あでもさっき煮立ってたから大丈夫かも。え面白いこれ。コメントはねまだ来てない。コメントくださいな。まだ来てない。何も。これなんか手づかみで入れる感じ？えこれで。これね。これね。なんかみんなフォークで食べる感じ。そう。お箸ないから。お箸ない。え手でいいの？手洗ったけど。いいですか手で？いいよ手で。えでも入れちゃう？え何から入れる？じゃあ白菜。これ出汁出すんだったらこれさこれ結構早く。あどれ？あこれ？あじゃあこれで？出汁出るよ。じゃあ全部入れて次は？やっぱ白菜？ネギこれあれなんですよね分けてるの。大きいのは好きなので。だから。なんだっけ忘年会、何回ありますか今年？私これ2回目も忘年会。おこれもかそうか全部で4回。おさあ私も4回かな。一緒。一昨日ぐらいに1個行ってであさってかな。え連チャンで早い。まあでもこれはお酒がないからね。そんなお酒は変じゃないよね。確かに。あこれいいな。これ便利。これ便利だね。これ便利。これでも結構入る。何回ね。なんか飛んでった白菜。白菜飛んでった。毎月ある飲み会とかあるからあんまりなんか私が主催の一人になってる飲み会とか毎月行くからあんまりなんか忘年会だから特別っていうか来てよ。えいいんですか行っていつも呼んでると思う。私呼ばれてない。Facebook の招待だし見てない。あれイベント？そう。イベントの欄か。そう。私あんまそこ見てなくて。見ますこれから。来て。呼ばれて。呼んでるよいつも。ライブハウスでやってるやつ。ライブハウスじゃない。違うあれは違う。ライブハウスのじゃない。これでもライブハウスのやつは熱いよ。楽しそう。もういい？白菜。でも入るから入れてもいいんじゃないかな。でもこれもあるよ。でもこれすぐ煮えるから。白菜は結構時間かかるからいっぱい。お鍋大きいから入れてもいいかな。入れちゃう。全部入れちゃう？全部入るなら入れてもいいんじゃない？結構ね。ちょっとじゃあ。はい。じゃあもう全部入れちゃおう。この1位とか2位とか3位って何なの？それ多分早く入った順じゃないですか。1位で入ったみたいな。そう多分。じゃあちょっと暇だから読み上げる。1位ふうみんさん、2位りょうただちゃん。あ、なんかぐるって回ってなんか変わった。3位かみちゃん、4位このぐらいかな。すごい量になっちゃう。これ読めないわ、ちっちゃくて。全部読めてた。お、さすが。いいよいいよ。そう。でももう入んない気がする。スープが足りない気がする。大丈夫、ちっちゃくなるから。じゃあほっとこう。ほっとこう。はい。これ火弱いのかな。最大よ。これで。最大。これで。うん。じゃあ結構時間かかるね。うん。これもじゃあそう入れたら出汁出る？これ。硬くなっちゃう。じゃあやめよう。じゃあ休憩。はい。大丈夫だ。よしよし。次はお鍋の話って書いてある。鍋家でもする？いや、しないですね。私。量わかんないから。だって。量がわかんない。一人の鍋って。なんかスーパーに一人用の鍋とか売ってるじゃん。プチッと。あれなんかアルミのやつ。そう、火にかけるだけのやつ。あれは買います。そう、なんか量が難しい。いつも作るとめっちゃ作って食べきれない。結局一人だとそうだよね。カレーとかすごい困る。でもカレーは何日でも食べれるけどでも限界が来る。前5日連チャンでカレーだったの作りすぎでしょ。違うんです。なんか出かけて友達と、でそこでもカレー食べたいってなって、友達がと思って、前いっかと思ってカレー食べて、でその夜もカレーみたいな。嘘でしょと思って連チャンでカレーつらかった。朝昼晩全部カレーです。まあカレー美味しいけどね。でも飽きる。さすがに飽きた。どんだけ作ったんだってさ。カレーってさ、ルーにさ何皿分ってあるじゃん。パッキンできるじゃん。もう半分全部作った。でも半分でも4皿とかだよね。でも外に出かけてる友達と食べてて、カレーも食べてるし、でまた別に家でだから、いつか食べてる。具が多かったのかな。いろいろと多かった。いろいろと作りすぎた。鍋は冬はよくやる。温まるから。部屋湿気が部屋に出るし、乾燥してるから絶対残ると思うな。絶対腐っちゃう。うち残んないんだよね。どんだけ作っても残らない。死ぬほど作ってみたい。一回なんかすごいでっかい、超でっかいな。こういうやつ。そうなの。もう切るだけで手痛くなりそうじゃん。大丈夫。一度でいいからやってみる。一度でいいから。フェスとかでありそう。ねえ。大変そう。でもやりがいはあるよね、絶対。なんかもう相撲部屋のおかみになった気分になれるよね。ね、そう、全然話変わっちゃうんですけど、今日なんだっけ、デイサービスに、思い出デイサービスに漢字が読めないんですけど、イモンコントしてきて、したら先週行ってて、そう同じところに私も出させてもらってます。そう、どうでしたか。1回目はやっぱすごい緊張。2回目、この間2回目で、1回目はやっぱりもうそう、ライブハウスとかライブ会場と音響が全く違う。全然違う。そうまあもちろんねモニター返しその自分の声が返ってくるやつもないし、ああね、壁でまあもう観客はおばあちゃんおじいちゃんでこんな歌を受けるのかっていう不安とか結構古いの歌ったよ。1回目は「見上げてごらん夜の場所」と「愛さんさん」と「あなた」って全部70年代ぐらいの。あ、じゃあ受ける絶対。一緒に歌ってくれた。へえ、分かんなかったから、うん、あれ歌いました。私オリジナルの歌。いいじゃんいいじゃん。最初みんなうんみたいな、大丈夫かなと思ったけど、最後はちゃんと手拍子してくれて、そりゃそうだよな。ギターから始まるし。え、ギターどれが弾くの？あ、そのオケが、オケがね、そうそうそうギターからだ。ちっちゃかったんじゃないの音が？いやでもあんまり大きくしちゃうとなんか声が聞こえないらしくて、声ちっちゃいから。これ全部入れちゃう？前も大きくすればよかったじゃん。最大です、最大。そうなの。これ全部いっちゃう？すぐ煮えるけど。どうしよう、どうする？半分？そういう器用なことはできないかな。あ、ほら、まあでも煮えたって美味しいよ。じゃあ全部入れちゃう。うん。でも入りきんなくなった。大丈夫。山のようにこれみんな食べきれる？食べきれないんじゃないでしょうか。みんな。だってすぐにちっちゃくなるから。これ5人前。いい、なんかこのなんか練り物がさ、おでんみたいないい匂い出してるよね。違う、なんかちょっといいかなと思って。練り物。お肉も入るよ。つみれの方がいい。出汁が出るし、うんうん。硬くならない。両方入れちゃう？入れちゃおう。全部入れよう。このまま、うん、そういうすごいあまだいる。あ、いった。よし、よく2番。はい、いいね。肉団子がいっぱい。え、ガンもいいね。あ、ガンもじゃなかった。あ、ガンもです。半分こになってるけどガンもです。それも入れちゃっていいかな。でもうちょっと後でいいんじゃない？もうちょっと肉団子に入れてからね。そうだからオリジナルを歌った時はちょっとなんか思い切ったことしちゃったな、私。何曲歌ったの？全部で5曲。あとは何歌ったの？あとは童謡みたいなのを何個か歌って、でもそれが最大限で分かる曲だと、私みんなが分かりそうな曲で。何歌ったの？大きな古時計、あと翼をください、あの素晴らしい愛をもう一度と、あとふるさとはみんな分かった。オリジナル以外もみんな分かってくれたけど。めっちゃ難しかった。気になるよね。反応がね。なんか結構ニコニコしてる人もいるんだけど、多分その人のキャラクターだと思うんだけど、真顔の人結構いるじゃん。なんかすごいわ、ドン引いてると思ってたらゆう兄さんが泣いてるのなんとかちゃんとか言ってて。あ、いた。あ、でも同じ人じゃないの？そうだと思う。あ、写真があるんだ。なんかもらったんですよね。もらって。ああ、これでもなんか顔出ちゃうんじゃない？やめとく？まだアップとかしなかったら大丈夫？一瞬。うん。います？同じ人。そうそう、なんかその時にいた人。どの人だっけな。違う、一緒のお客さんいっぱいいる。この人もいたし、この人もいたし、覚えてない。そうなんだ。そうでもなんかすごい、まあなんか新たな経験でした。ね、いいよねなんかね。でも外で歌った時と声の感じ一緒ですか？違う。全然違うんだまた。外もまた違うけど、外だとなんか外でも返しがあるから。なんかで私路上1年ほぼ毎日やってたから、外で歌うなんていうの音の返しには慣れてるっていう。でも返しないよね。返しあるある。野外ででっかいスピーカーを内側に向けて置いてあるから。でもまあライブハウスの音とは違う。全然違う。うん。全然違うよね。大丈夫私。何も聞こえないよね。何も違う。返しが何も聞こえない。うん、楽しかった、うん、面白かった。最後抱き合って帰ってきたおばあちゃんとめっちゃ抱き合って仲良しとか言われる、うん、仲良しみたいな。何読めない。あと10分で鍋できる。あ、でもできますよ。肉はすぐ火が通るから。でも結構意外にまだ火取ってない。なんかポン酢とかつけない感じ。そう、ポン酢ね、ないんですよね。柚子胡椒がある。これはだし、それとまた別のやつ入れてる。違うやつ、白だし。ポン酢ね、買ってこようと思ったんですけど、買ってくれば味がついてる。ここにポン酢ないのかな。時田さん、ポン酢とか貸してもらえる？これでもまだ煮えてあったりします。まだもうちょっと煮た方が良さそう。でも大丈夫。お肉入れよう。お肉はね、シャッとね。はい。これで？ちょっとずつやる？ちょっとずつじゃなくてもいいんだけど、固まってるとこがあるとそこが硬くなるから、全部広がすようにして。なんかすごい量。お肉入れたら結構すぐ火止めた方がいい。ありがとうございます。あ、でもこっち置いといて。あ、そっちで。ここに置いても。はい。各自でいいよね、ポン酢が。うわ、じゃあできた？できました。できた。本当こんな火あんま通ってないけど。大丈夫。なんかくっついてる。取ります。はいはい。後ろ味見してみる。はいはい。あ、美味しいよ。あ、本当？あ、よかったよかった。うん。おでんの味。おでん美味しい美味しい。完全にこれがおでんの味を醸し出してる。で、じゃあ取っちゃう。なんかよそうの私下手くそだから取ってもらおうかな。で、私が配ろう。はい。よかった、できたけどこんな食べきれるみんな。頑張って食べれば食べれるさ。汁ばっかり。汁取っといてほしい。はい。あ、そっかそっか。これがめっちゃあるね。うどんもあります。はい。はい、熱い。熱い。熱いかな、熱い。あ、これでお好みで。熱いので。はい。ネギがどっか行った。ネギね、少ない。めっちゃ少ない。ネギがここにいる。あんま入ってない。1本しか入れてない。大丈夫、大丈夫。ネギっぽい出汁が。何鍋だろう、これ。何？おでん鍋？おでん鍋。おでん鍋。はい、熱いよ。熱いね。はい。あ、これを。お好みで。あ、はい。クしてる。おでんと見せかけて。ちょっと色のいいつみれを。熱い。熱いですよね。はい。よし。はい。見えるかな。見える。オッケー。喋って、わあ。何の話してたっけ？あ、そうだ。デイサービス。そうそう。いつ行ったんですか？1回目は。1回目はいつ行ったんだっけな。これ自分の。あ、そう、これ味見したやつだった。1回目いつ行ったんだろう。11月じゃないかな。あ、じゃあ連チャンで。連チャン、2ヶ月にわたって。でもなんか外でも歌ってなかった。歌ったらいいじゃん。あ、後でそう話す。うん、わかった。思い出した。わかった。忘れてた。一番寝た時に言うことあったもん。忘れてた。はい。これちゃんとピタさんにあげる。あ、はい。あれまださ。はい。時間ないこう予想だけで終わるっていうね。ネギがいるかな。はいさんネギいない。ネギ出払ったかも。はい。なんだと？やばい。早い。あれ私映ってない。食べないで終わっちゃう。ちょっと待ってね。あでもそのぐらいでいい？はい。もしかしたらはいかも。あなんかストローついてた。あフォーク。これね私映ってないかなカメラ。いただきます。あ、でも私柚子胡椒つけたいね。熱い。うん。あ、でも、よかった美味しくできた。うん。柚子胡椒つけたい。これをめっちゃつける。うん。あとどんぐらい？オッケー。いいよ。じゃあなんか喋ろう。そうだ。食べるのに夢中になっちゃう。うん。でもよかった美味しいこれ。熱い。ね。おでん鍋いいねでも。おでん鍋めっちゃいい匂いする。おでんっぽい出汁出てて、練り物からも出汁が出てきて、美味しいです。よかった。皆さんもぜひおでん鍋。試してみてください。うん。美味しい。なんか食べちゃうと喋れない。うん。告知。うん。そうだ。うん。早いな。うん。あ。待って。なんか落ちた。はい。告知。うん。渡辺美優です。あ、そうだ。Twitter やってます。で、ミユタウェイの方が今使ってるアカウントなので、こっちの方フォローお願いします。であとは、12月の24日のクリスマスイブに東高円寺ロサンゼルスクラブさんでライブをします。あと12月28日に大忘年会をやりますので、よかったら来てください。あとはブログとかはいつも書いてるので見てくれたら嬉しいです。以上です。はい。どうぞ。はい、本田幸子です。目線女子っていうアカウントでもツイッターやってます。目線女子の方は相互フォローで結構絡んでるんで、よかったらぜひフォローしてください。あとは12月20日にアラフォーアイドルフェスティバル、12月21日に私の主催の花屋敷のライブがあります。入場料1000円でステージは無料で観覧できるんで、ぜひ遊びに来がてら。無料、だから入場料1000円はかかるんですけど、花屋敷に入る。でもなんかいろいろビンゴラリーがあったりとか、チャンバラ教室があったりとか、面白いイベントになってるんで、ぜひ遊びに来てください。はい、すごい。はい、楽しそう。楽しいよ、多分。すごい、なんか、うん、いいの。いい、うん。11月、あ、違う、12月21日、ぜひ。はい、これ後半は15分後から、15分後、はい、15分後また後半が。早い、あっという間だった。30分、早いね。なんかほとんど喋らず終わってしまった。またぜひぜひこの後も見てもらえたら嬉しいです。お願いします。では以上、道玄坂 T.V.T.V. でした。ありがとうございます。